タムタムは金属で作られた大型の打楽器。タムタムは体名楽器であるドラの仲間に分類される。一定のピッチの判別しがたい、低い音が出る。また余韻も非常に長い。形は丸く、皿型で円が直角に短く裏へ折られている。直径は3 0トルから1 1 0トルほどである。通常は 直径1 5トルほどの柔らかいヘッドのついた、筆叩く。大太鼓のマレットと似ているが、より大きく重量感もある。楽器は、通常金属製の枠から紐で吊るして指示する。中国を起源としており、しばしば楽器の表などに模様として漢字が書かれている。タムタムは、銅80%、鈴20%の製銅によって作られており、 中国の特殊な連成技術を用いて作成される。この連成技術は、フランスの科学者ジーン・ピエール・ヨゼフ・ディ・アルセットによって解明された。タムタムと似た楽器にゴングがあるが、これはインドを起源とする。中央に半球状の凸部があり、この凸部を叩くと一定のピッチが判別できるので、一般に別の楽器として扱う。プッチーニの歌劇。 トゥーランドットにはタムタムと共にチャイニーズゴングが使われるが、これも音程を有する楽器である。なお、似た名前の楽器に太鼓の一種のトムトムがある。しばしば混用されるが、現在ではドラにタムタム、太鼓にトムトムという使い分けが定着してきている。一般的には大きめの太いフで叩く。バスドラム用の布やフェルトを巻いたフ。 コタイヤを巻いたフなどがある。ロールが要求される場合は、やや小型の符を2本使用する場合がある。ただし、余韻が非常に長い楽器であるため、1本の符で叩き続けてもロールのように聞こえさせることが可能である。リットル V、ドク、クリンゲン、ラッセンなどの指示がある場合は余韻を止める。必要はないが、そうでない場合には、増やって、場合によっては、 身体全体を使って音を止めなくてはならない。専用の譜でなく、ピンパニなどのマレットで叩くこともあるが、この場合は、従来の重厚な音ではなく、感高い音になる。この奏法は、マルチパーカッションと呼ばれる、打楽器奏者が様々な打楽器を並べていろいろな楽器を交互に叩く場合、太い譜を持ち替える時間がない場合などに用いる。リヒャルト・シュトラウスのエレクトラや、 ストラビンスキーの春の祭典などではトライアングルの符で表面を擦るという奏法が指定されている。現代音楽ではその他にスーパーボールやブラシで擦るグロッケンシュピール用の真鍮製のマレットで叩く弦楽器の弓でする水につけて打つなどの様々な特殊奏法が上等的に使用されるようになっている。ヨーロッパで最初にタムタムが用いられたのは グルックによる、フランス革命の指導者、ミラボーの早々行進曲とされるが、それ以降、ヨーロッパにおいてタムタムは、嘆きや恐怖をドラマチックに表現するため、金管楽器の思いは音と一緒に使われた。ABC、還元落譜507ページ、還元落譜619ページ。ありがとうございます。